エネルギーが伝わってきて、なんか涙の後には虹がかかるし、みんな笑顔になるから、みんなそれを信じてっていう、なんかみんなからすごい伝わってきて、ちょっと涙になっちゃったんだけど、だから今あることはみんなが笑顔になるための出来事だから、悲しんでいなくて未来に向かって希望を持って生きてたら虹がかかるよって、なんかでもねメッセージが来てて、ちょっとすいませんでした。これは、本当に水に流れて消えていく だけど、まあ、なんかこういうところすごく綺麗だなと、綺麗だったり、これをただの洗った後じゃん、何でもないよ、こんなのつまんないよ、思えばそういうものでしかない。だけど、ああ、これも綺麗だねっていう見方を持てば、持たないよりずっと幸せに暮らせます。だから何が起きていても、見方を変えれば素晴らしいことはたくさんあります。視点が固定化されてしまって悲しいとか辛いとかいうふうにしか捉えられることができなければ、心は硬直してしまって本当の力を発揮することができない。ですから、今ちょっとその角度からどれほど見えたかわからないですけども、色が混ざり合っていろんなコンビネーションを見せていく中に、皆さん自身が美しさを見出していただけたのではないかと思います。